はい、ビジネス日本を元気にする、就活動改革骨董会長プロの田中です。今度ね、サントリー美術館ですよね、これね、で身を尽くし、あれこれのサントリーだと思うけどな、サントリーって書いてるかな、ちゃんとなんかサントリーって書いてないかな。サントリー、サントリー、サントリー美術館と、もう始まってます、サントリー美術館と9月14日から、それから福島でやります、福島の、で3月21日から福島県美、それから熊本県美、はあ、9月の16日からやります。大阪市立美術館ってあるんですよ、こういうのね、今ね閉館してるはずです。でそのコレクションをあの展示するっていうことでですね、まあちょっとなんていうかな、まあやっぱり休んでる押し出物をこうやって見せていって、で美術館の宣伝にもなるし、いい企画だと思いますね。でここの美術館の特徴はいろいろあるってことなんですよね。こういうそのまあ大陸の方の古いものからですね、まあ日本の古い仏典的なものから、まあとにかくバラエティー飛んでますよね。これさ、レセプション俺も行きたかったんだけどな、なんかもうなんだかんだ意外と僕暇そうで、なんかやたら用事入って行けないんですよね。でスタッフ行ってくれたと思うんですけどね、こんな感じの、まあ、屏風なんかもありますね、風俗図、まあ面白いですよね。まあいろいろあります、いろいろありますけど、ちょっとまあこれはあの買い取りの宣伝したいのですね、ちょっと一図ずつ取れるんですけど、これ、森祖先ですね。はい、森祖先っていうのはですね、体系的に研究が少ないんですよね。だから僕らあの古美術とか結構一件一件まあ、考えて自分でいいかどうか判断しなきゃいけない。これお客さんからいただく場合もですね、まあ競りで買う場合もですね、自分で考えるとかで相談してたんですね。で、まあこの楽観印もまあちょっとシンプルなんでね、絶対いいとか悪いとか楽観印だけでちょっと言えない。やっぱなんつっても猿見なきゃいけないですね。でこれはもちろんいいと思いますけれども、まあ我々こういう森祖先の作品扱ってます。ぜひですねきっちり買いますので、お持ちの方はお問い合わせください。就活動の買い取りプロはこちらの、連絡先までお願いいたします。LINE 査定っていうのができましてね、この QR コードをスマホで読み取っていただくとLINE 査定できますので、そちらの方もご活用ください。